持ち味角と酒井は古代の職にあった古諸の第四代君主とされる人物。ここでは、闘神の栄は11年に常によって編纂された歌謡国史、溶悠に固くした信頼の義作とされる職王本義の記述を記す。と酒井という王がおり、主秘下げにあったという。農業を発展させるように人々を教え導いたため、人々は彼を尊敬し主とした。 首里という漁師の女性が、高原へと流されてきた。とさかいはこれを喜び、人した。とさかいはとという言う、または、くのぼるという場所に移した。七国が王を称している時代、とさかいは、自分自身が将よりも徳が高いと考えていたので、持ち味どを称した。さらに、なお、川の日といた。法国、野国を、国の全門、熊神、霊石を、 国の公門とした。タマルイガビ山を城郭都市、民港、カ領工港、港、他港を魚や米を取る地域として整備し、山を牧畜の地とし、南中を国の公園とした。水害が発生した時、最小である海明は、タマルイを改作し水害を沈めた。持ち門は政務を海明に任せることにし、行春の全上の故事にちなみ、 海明にくらいを譲った。三の死後、その霊魂は西山に隠居することになった。毎年二月、こととぎすが泣くとき、食の人は皆これは、と堺の魂が泣いているのだというようになった。ともえ国もまた、と堺の教えを受け入れて、農業生産に励み、今日に至るまで覇食の人々は、種まきの前に、森主君を祀るようになった。男子の堺は、 天より落ちてきて、首被下げに止まった。高原の井戸の中から出てきたりという女子を妻にめとった。その後、自立して王となった。その称号を、持ち門と称した。三の小さい剣を収め、そこは、と言われ、人々の往来が激しかった。持ち門は年を重ねて百歳余りとなった。慶州で、すっぽん霊という男が死んだがその死体が、亡くなってしまった。 ケイジンはこれを探したが、見つけることができなかった。スッポンレイの死体は洪水に沿って上流へ向かい、に至ってついにそこで生き返った。餅三角に越見し、餅三角は、スッポンレイを襲うとした。その頃、玉山でまるで、今日の時のような洪水があり、餅三角は、治めることができなかった。スッポンレイを玉山へ派遣したところ民は安寧を得る、ことができた。 すっぽん霊が治水のために出かけていた間、持ちみは、すっぽん霊の妻と密通した。帝はこれを深く後悔し、自ら徳が薄く、すっぽん霊のようではないと知りにを委ねて、授け去った。今日が旬に禅上したように、すっぽん霊が即位した。改名帝と合した。帝は、足穂に生まれ、改名とも合した。ありがとうございます。